ロバート・ハンター・バイデンは、アメリカ合衆国の弁護士、実業家。元アメリカ合衆国副大統領で第46代、アメリカ合衆国大統領、ジョー・バイデンの次男である、デラウェア州ウィルミントン出身。英語通称名は、ハンター・バイデン。1970年2月4日、デラウェア州ウィルミントンで生まれた。1972年12月18日に、 母親の運転する車が交通事故に遭い、母親と妹は死亡、ハンターと兄の坊も重傷を負った。父親のジョー・バイデンは1977年に再婚、ジル・ジェイコブスがママ母となった。1981年にはバイデンのイボ妹アッシュリーが誕生。兄の坊は46歳の時の主要で死去したため、 2021年現在、存命の兄弟はアシュリーのみである。ハンターは、父や兄と同じく、デラウェア州、クレーモントにあるカトリック系の高校を卒業。1992年には、名門ジョージタウン大学で、歴史学の学士号を取得した。大学卒業後は、オレゴン州ポートランドの教会で、イエズス会のボランティアを務め、 ここで出会ったキャスリーン・ブールと1993年に結婚した。その後、イエール大学ロースクールに編入し、1996年に卒業、弁護士登録している。卒業後銀行持ち株会社アンナで役職に就いた。この会社は、父親の政治キャンペーンへの使用献金者の一つで、1998年までに、バイデンは副社長に昇進した。 その後2001年まで米国商務省に勤務し、電子商取引政策に関わっている。国務省を退いた後バイデンはワシントンでロビーストとなり共同事務所を設立。彼の父親とは、父親はロビーングのクライアントについてハンターに聞かないし、ハンターはそれらについて父親に言わないという制約を交わしたとされている。2006年、 ジョージ・ W ・ブッシュ大統領によって5年間の任期で長距離旅客鉄道会社アムトラックの取締役に任命。取締役会の副会長を務めた後、父親がオバマ政権で副大統領に就任した直後の2009年1月に辞任した。ハンターは父親が副大統領に指名された大統領選挙の運動中に自らのロビー活動を終了したと宣言している。 2006年、ハンターは、おじのジェームズ・バイデンと立ち上げた、LLP を通じて、ヘッジファンド会社のパラダイムグローバル・アドバイザーズ、LLC の株式を取得した。2008年のパラダイムの財務書評監査では、財務書評が、適時に作成されていない、投資助言業者への支払いが、ファンドの支出に計上されていないなどの会計上の、問題が指摘された。 パラダイム社は1991年、世界平和統一家庭連合の創立メンバーの一人の義理の息子、ジェームズ・パクによって設立された。同社が運営するファンドの一つは2009年、後に80億ドルのネズミ工事件で有罪となった資産家、アレン・スタンフォードと関係があり、アレン・スタンフォードの会社は、パラダイムのファンド・オブ・ファンズの一つの販売を請け負う。一方、そのファンドに、 数百万ドルを投資していた。2010年、パラダイム社は任意生産を申請した。2009年、ハンターは元アメリカ国務長官、ジョン・ホーブズ・ケリーのママ子で加工食品事業で財を成したハインツ家の後取りである、クリストファー・ハインツとそのイエール大学時代の学友で資産家のデボン・アーチャーと共同でローズモント・セネカ・パートナーズを立ち上げた。2014年、 デボン・アーチャーは、ローズモント系列の不動産投資ファンドの売り込みで、ウクライナを訪れた際、ガス会社ブリスマの共同創業者のミコラ、ズロチェフスキーと接触。後に、ブリスマの役員となり、直後に、ハンターもブリスマに加わった。2013年に行われた、薬物検査で、コカインの陽性反応が出たため、米海軍予備役を、 除退処分を受けていたことが2014年10月に明らかになったハンター・バイデンは2014年から2019年までウクライナの天然ガス会社であるブリスマホールディングスの取締役を務めたこの期間で月額5万ドルの報酬を受けていた2019年ドナルド・トランプ大統領はウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領との電話会談の中で バイデン親子のウクライナにおける活動について捜査するよう促した。後に、この要請が明るみになると、ナンシー・ペロシカイン議長らは、反発、大統領が国の安全保障を脅かし大統領先生と憲法に違反していると批判、大統領の弾劾手続きに向けた調査の契機となった。しかし、当該企業の役員就任について2019年10月15日に、 放送された ABC ニュースとのインタビューで、今思えば、まずい判断だったと発言した。2020年10月の大統領選挙直前、ハンターが数年前、副大統領を務めたジョー・バイデンをブリスマ、ホールディングスの関係者に紹介したことを示唆する内容の電子メールが、ハンターのノートパソコンから送られたとする記事が、ニューヨークポストに掲載されたが、とは、 同記事をプラットフォーム上から消した。ロン・ジョンソン上院議員は、両者が政治的に偏り、バイデン親子を攻撃から守ろうとすると指摘した。2020年10月25日、ロシアのウラジミール・プーチン大統領は、ハンターのロシアやウクライナとの過去のビジネス上の関係について、刑事犯罪にあたる要素は全く見当たらないとの認識を示し、 バイデンをこの問題で攻撃してきたトランプ大統領の主張に同調しなかった。2013年、ハンターは常実のデボン・アーチャー、クリス・ハインツと共に設立したローズモント・セネカ・パートナーズを通して、中銀国債は支援する中国の企業であるボハイインダストリアル・インベストメント・ファンドとハーベスト・ファンド、マネジメントとともに BHR ・ BH パートナーズを設立した。 右派の政治コンサルタント及び作家である、ピーター・シュバイツァーが2018年に出版した、著書、シークレット・エンパイアーズ、ハウザ・アメリカン・ポリティカル・クラス・ハイズ・コラプションインリチャス・ファミリーフレンズによれば、2013年12月、ジョー・バイデンが副大統領として、中国を公式訪問したサイ・ハンターも同行した。その後、ローズモント・セネカ・パートナーズに、 中国の銀行から10億ドル、約1100億円の出資金が振り込まれ、それは後に1 5億ドル、約1650億円に増額されたという。ハンターの弁護士、ジョージ・メジレスが代理で発表した声明によると、ハンターは2019年10月末に中国国有企業の支援を受けたプライベートエクイティファンド運用会社を退職し、また父親のジョー・バイデンが、 大統領に就任した場合、その在任期間中に外資系企業への勤務や取締役就任を控えると表明した。2019年10月3日、ドナルド・トランプ大統領は中国政府に対してバイデン親子を調査するよう呼びかけた。2020年12月9日、東部デラウェア州の連邦地検から税務問題で捜査を受けていることを自ら公表した。CNN は 中国との取引が対象と報じている。ありがとうございます。